度にやります。これね、高得点狙おうとするとちょっとやり方違うのかもしれないって思いながらやってましたけど、星4を取る分にはそんなに難しくない感じでやれたので、それでやりたいと思います。もうね、2個ずつただ作るだけ。最初右下にいてもらって、ポイントは2個ずつ作る、丁寧に作るってのと、お皿？強いてならお皿？奇数分というか、1個目の列が若干プルプルしがち、時間ギリギリになっちゃうんでね。いいかな？はい。で、これをね、待っちゃいます。待っちゃいましょう。ここで本当はね、別に交換して取りに行ってもいいんだけど、皿からやられるか。皿行っとくか。行っちゃおうかもう。皿だけやっちゃおうか。もう2枚ずつとかいっか別に、はい、来たよ。で、こっからは2枚ずつまた作っていけばいいだけです。うちの分渡しとこうかな。大丈夫。まあ、こうすればここで出せるしね。1枚ずつ、皿に関しては1枚ずつがいいかもしれないね、ひょっとしたら。でもここ洗った方がいいよね。別に次のターンで大丈夫だから、最悪洗わなくても大丈夫だよ。はい、また2個ずつ。さっきはね、次のターンでやってたんだけど、やってた時ね、練習してた時。切れてる？はい、OK。早いな。上で待機するの早いな。今洗っといてください、お皿でも。はい。来ました。はい、どうも。肉を、はい、ボタン押しちゃうかと思った。肉だ。だからそっちで焼く分の肉をこっちですぐさま切っておいて渡してあげるっていうのが大事だな、多分。そうだね。こっちでもう一回焼くんじゃなくて、そっちに渡すっていう、そう、こっちで焼くっていうのが案外ね。そうするとさ、皿洗いができるんだよね。うん、そう、こっちで2個切るけど、これはそっちの分っていう。ぶっつけちゃっていいよ。パンにくっつけちゃっていいよ。そっか。はい。よろしくね。もう一個いけるのか。もう一旦いけるかな。パン肉だしな。ターンはきつい。ついね、やめよう。はいはい、どうも。星音取るんだったら400円で大丈夫だから、400円で大丈夫だから、これでいけると思います。頑張ってください。はい、バイバイ。